八戸南部市が、藩主下だった旧八戸藩地域に、伝承の小生煎餅である。青森県、岩手県全域が主な生産、消費地で、同地域の名物となっている。もともとは、八戸藩で作られた、非常食であり、小麦粉を水で練って、円形の型に入れて、固く焼いて作られる。円に、耳と呼ばれる、薄く。 カリッとした部分があるのが特徴。保存性は非常に良いが、時間が経過すると酸化により味が落ちる。個包装の商品も存在するが、通常は10から20枚程度を一つの袋に入れた簡素なものが多い。青森、岩手の旧南部市支配地域においては非常にポピュラーな食べ物であり、来客にも供される。通常の 白せんべいと呼ばれるものの他にごま、くるみ、落花生などを加えて焼いたものもある。また同じ材料で厚めに焼き、食感を柔らかく仕上げた店舗せんべいがある。近年ではイカ、カボチャ、リンゴ、ココアなどバリエーションが豊富である。クッキー状の生地で作られるものもある。ただし、通常スーパー等で売っているものといえばまずごま、ついで落花生の2種類であり、他の種類のものは、 メーカー直営店や土産物や南部せんべい専門コーナー等以外では入手しにくい。地域によっても味が微妙に異なる。青森県で消費される南部せんべいは比較的薄くてほんのり塩味があり、岩手県で消費される南部せんべいは少し厚みがありほんのり甘い傾向がある。そのまま食べるのが一般的であるが、その他に 水飴や赤飯を挟んで食すこともある。水飴を挟んだものは、飴船と呼ばれ、津軽地方の津軽飴を用いることが多い。また、パン代わりに白せんべい、またはごませんべいをトースターで加熱し、バター等を塗って食べる人もいる。現在は、岩手県南部せんべい共同組合が、南部せんべいの名で商標登録しているが、実際は、 南部藩の領域で、主に生産されてきたものであり、青森県南部、岩手県、北海道にも存在しており、広範囲にわたっている。岩手県でも、旧仙台藩にあたる岩手県南部の、一ノ関市近辺などでも生産、消費されている。その由来には、諸説あるものの、一般的には、長慶天皇宗施設が広く知られている。明治、大正時代の時点で、 すでに南部せんべいは、北海道、東北6県で広く食べられていた。当時は麦粉に塩を加えて、丸く焼くだけのもので非常にシンプルなものであった。明治時代以前は、松の木を用いて焼いていたが、大正期には、炭火でせんべいを焼くようになった。南部地方の八の町では、明治10年代頃には、せんべい店が140店あり、他の業種。 五福店六十七個、米商五十八個を大きく上回っており、幅広く地域住民に食されていたことが伺える。また、せんべい店だけでなく、各家庭にも、せんべい型が数個備えてあり、一般的に、南部せんべいが焼かれていた。せんべいを丸く仕上げる過程で、型からはみ出してしまった部分は切り落とされるが、この部分を集めた、せんべいの耳と呼ばれる食べ物もあり、 地元ではこちらも人気がある。煮込み用のせんべいの例。ごまは、もちろんのことピーナッツも入っていない。型崩れしないように水分を残して仕上げられてある。青森の南部地方と岩手の県北地方の周辺では、醤油仕立ての汁に、これを加えた、せんべい汁という料理があり、寒い時期の定番料理として、広く親しまれている。せんべいを煮込んで、 柔らかくすると、同じように小麦粉を原料とした、水豚などに似た味わいになる。汁に入れて煮込んでも煮崩れしにくい、汁用に作られた、おつゆせんべいもしくは、かやきせんべいと呼ばれる、調理用のせんべいを使用することが多い。お菓子である白せんべいやごませんべいを使用することも、稀にある。なお、ピーナッツ入りを使用することはない。近年では、 八戸せんべい汁研究所が八戸せんべい汁としてブランド化を図って活動をしており八戸市を中心とした近隣の居酒屋や飲食店ではせんべい汁を提供する店が増えている2011年12月現在南部せんべいの名称は岩手県南部せんべい共同組合が商標登録しているありがとうございます